こんにちは、松です。今日はアメリカの物価上昇率が上昇して、ゴールドも上昇したっていう話です。昨日6月10日の夜にアメリカの5月の物価上昇率が発表されたんですけど、前年同月比で5%の上昇です。前年の2020年5月はかなり物価上昇率が低かったんで、その分、 かさましされている面があるんですけど、前月比で見ても0.8%上がってますから、インフレはかなり進んできてます。その結果、金はどうなったかというと、1875ドルぐらいから1900ドルまで上がりました。1900ドル回復しました。通常は物価が上昇すると、 金融緩和やめるっていう話が出てくるんですけど、つまりアメリカドルジャブジャブをやめようっていう話が出てくるんですけど、そういう話は出てきてないんですよ。ですから昨日アメリカの10年国債の利回りが下がったんです。つまり市場関係者はどう見てるかというと、これからも金融緩和続くっていうことなんです。 米ドルジャブジャャブブままだ続きすすよっていうことなんですアメリカの中央銀行が言ってるようにインフレは一時的っていう認識なんですですので米国債が買われて金利が下がってその結果ゴールドが上がったんですみんなが言ってるようにアメリカの中央銀行の予測は間違えているんじゃないかと思いますおそらく 物価がかなり上昇してから金融緩和やめるっていう話になって株も金も暴落すると思います暴落してからは上がっていくと思うんですけど一時的に金融市場は混乱しますなんでアメリカの物価が上昇しているかというと主にこの三つの要因があります一つ目は人手不足から賃金が上昇傾向にあって その結果、価格に転嫁されて、物価が上がっていくと。アメリカでは今、直近の求人件数が過去最高の928万件です。賃金が上がっているんだけど、人が来ないんです。人が足らないんです。賃金が上がって物価が上昇するっていうのは、今起こっているっていうか、これから起こることです。 日本の場合には30年間給料が変わっていませんからデフレなんです。ですので物価が安いんです。物価が安いから外国人は日本にたくさん来ていたんです。すべては小学2年生ぐらいの頭脳しかない政治家の責任です。2番目はアメリカ政府の給付金、そして失業保険の増額による需要拡大です。 自粛をしていたところに給付金が入ってくるわけですから、その反動で買い物をするっていう面もありますよね。失業保険が増額されてますから、普通に仕事をするよりも収入が多かったりするんです。ですので、丸一番の求人広告を出しても人が集まらないと、そういう側面もあるんです。三番目は物流の停滞。 コンテナ不足、物不足です。現在、アメリカの西海岸地域の港が混雑してるそうなんです。混雑していて、物流が停滞してるんです。丸一番で見たように、人手が足らないっていう側面もあるそうです。多くの船舶が順番待ちしてるんですよ。そうなると、中国なんかから部品なんかが入ってきませんから、 物が作れませんよね。今、中国の一部の地域では、新ンコロが拡大していて、広州とか深圳の港では消毒してるそうです。その期間は仕事ができませんから、アメリカなんかに送る部品なんかが遅れちゃってるそうです。そういう物流の停滞もインフレに繋がっちゃいますから、 これも警戒しないといけません。今後以上のような要因で物価がかなり上がっていくと予想している人が多いです。もちろん物価が上昇しても抑制することはできますから制御不能ってことはないと思います。逆に混乱が進んじゃってグレートリセットっていう話をする人もいますから 何が起こるかわかりませんけどね。グレートリセットが来るかわかりませんけど、長期的には米ドルは弱くなっていくことは確かです。私は確信してます。では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。